おはようございます。渡辺水花です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2022年6月16日です。 はい。今日もですね、たまたまこちらの記事、目についたので、お届けしていきたいと思います。また10ドルって書いてありますね。あの、もうなんとかの一つ覚えみたいにね、思われる方もいらっしゃるかもしれません。あの、こういうノリが嫌いな方はですね、もうこのチャンネル、あの、閉じていただいて結構でございます。でも私はね、体の枝を握っている以上は、やっぱりね、あの、これ本当なのって疑うよりは、まず、あの、あ、あもう体の実力だったらね、いつかこうなるよねってね、信じてね、握ってる方が、 あの、いいんじゃないかと思うんですね。なので、あの握ってるのにね、ちょっとこう疑わしい目で見ちゃってる方もしいらっしゃるんでしたら、私はちょっとね、あの、 逆に私はちょっとそちらの方と合わせられないので、はい、この、あの、ノリが合わない方はですね、このチャンネル閉じてくださって結構です。そして、あの、もっと聞きたいという方は、あの、さらに聞いていただけますと嬉しいです。Cardano's d e c o u p sets it out for massive rally as p l n d its envision $10 a p r i e ということで、はい、あの、まあ、こちらは、あの、10ドルになるとね、あの、言ってくださっているある方がまた登場します。あの、このチャンネルでもね、何回か、あの、ご紹介した方なんですけども、 またね、その方がこの記事にも登場しますのでね、お楽しみいただければと思います。そして、あの、もちろんその他のね、あの、カルダナがそのように言われる理由なども、あの、根拠、あの、意外とね、地味な根拠なんですけども、本当にその通りだよね、と思うことがね、綴られていますので、はい、あの、お楽しみいただければと思,思います。そして今、あの、カルダナエーダは、時価総額第7位71円40銭で取引されていて、あの、昨日一瞬ね、ビットコインが、 270万円台ぐらいだったかなあとでイーサリアムが15万切ったりとかね、一瞬ちょっとね、恐ろしいものを <laughs> 見てしまったんですけども、そこからまたね、ぐっと上がってきましたね。で、カルダノは、えっ、ー、と、ここ24時間の上昇率が14.41%。ただ他の銘柄もね、ソラナも19%以上上げてますし、あとポルカドットも15%、15.8%上げていたりして、他の銘柄もあの、そうある中、なぜね、カルダノの強気をここまで押すのかというね、根拠、 根拠はこの,、はい、あの記事にも綴られていますので,ので見ていきたいと思います。はい、では、えー、っと早速記事に入っていきましょう。こちらは6月15日、昨日付けの記事になっています。ではタイトルからいきましょう。カルダノのデカップリングにより、エーダ価格は指揮者が、指揮者、有識者ですね、指揮者が10ドルを想定するほどの大規模な 強気相場へということで、あの、このデカップリングというのは何かというと、カップルっていうのは、結合させるということですね。で、デカップリングというのはその反対、デカップルというのはその反対なので、あの、切り離すということです。結合ではなく、切り離すということです。では、カルダノのデカップリングとは何ぞやということで、それは、あの、この記事の中で説明されていますので、先に進んでいきましょう。現在も続く暗暗号号通通貨貨ののの冬は、ビットコイイン、イーサリアム、カルダノなど、どどほほとんどの暗号通貨をここ6ヶ月ほどの間に耐えがたい ラクトレンドへと追いやり、ほとんどのコインはその価値の半分以上を失った。先月暗号通、あごめんなさい先月世界の暗号通貨の時価総額は11月の最高値である2.9兆ドルからはるか彼方、1.4兆ドルにまで落ち込んだ。コイン月光のデータによれば本、 執筆時点で市場評価総額がさらに急落し、8900億ドルとなっている。しかし地政学的な問題、インフレ率の上昇、規制の不確実性から価格を安定させる試みは依然として抑え込まれたままである。 とはいえ、あらゆる混乱の中で、カルダのエーダは、一般的な市場の弱さから切り離されたように、ここに出てきますね。あの、デカップリングされたようにということですね。一般的な市場の弱さから切り離されたように、大きな回復に備えるかのような兆しを見せている。昨年秋に市場最高値の3ドルを記録して以来、 時価総額159億ドルで第7位の暗号通貨カルダノは2022年5月に約86.31%交代し0.40ドルになった。しかし枝は流血のような売り浴びせを受けてもその強さが発揮され、この暗号通貨は現在他の,他の資産に先駆けて回復に向かうかのような勢いである。 最近ネットワークのアップグレードなどのイベントにより価格が顕著な上昇を見せる中、投資家はここ2週間、この数ヶ月の中で最も持続的な価格急騰を経験し、このあたりがローカルボトムになる可能性が示唆されている。ということで、英語ではね、この顕著な上昇っていうのはね、こう複数形で書かれていたんですよね。なので、あの、まあ、勢いよくガツンと上げてはまた下げて、ガツンと上げては下げてっていう、そういうのを何回か繰り返す中、まあ、これがこの持続的な価格急騰を、この、あの、投資家たちはここ2週間の間、 経験してて、それがこの数ヶ月の間で見てもやっぱりあの最も持続的な価格急騰というのを何回かあの経験しましたよということが言われています。なのでこのあたりがローカルボトムになる可能性。 があるんじゃないかということが示唆されているわけですね。で技術的な要因とは別に、指揮者らはカルダノのファンダメンタルズに大きく期待しており、それが次の大きな強気相場のきっかけになると考えている。クリプトキャピタルベンチャー、はい、お馴染みのクリプトキャピタルベンチャーの創設者、ダン・ガンバルデロ氏は、このイーサリアムキラー、つまりエイダのことですね、の最大の売りの一つは、他のプロトコルのように壊れていないことであると述べている。この指揮者はエイダが多くの人が考えるよりずっと早く10ドルに到達する と予測している。つまり、なぜ10ドルにあの。 いくんじゃないかと言ってるかというと、そのカルダノになんかいかにもこう派手なね、多くのそのトレーダーを引きつけそうな魅力的な、えー、プロジェクトが立ち上がってるからという理由ではなく、他のプロトコルのように壊れていないっていう、このね、守りが硬いっていうところをね、強調してくださっていることがね、私は嬉しかったんですね。まあそれはあの壊れていないっていうのは、いわゆるセキュリティがしっかりしているということにも繋がっていて、そのセキュリティっていうのはもうカルダノが一歩も譲れない要素なんですね、このセキュリティの硬さというのは。もう一つ こここにはは、ね、妥協はしていないといなととうを私は何度か何回も強調していますけれども、まあ、チャールズさんがそれ以前に、ね、すごく強調してきたところなんですね。なので、そこをきちんと見てくださって、他のプロトコルのように壊れていない、ここはカルダナの売りであるということを、ね、ダンさんが強調してくださっているというのはとても嬉しいことだなと思いました。そして、はい、先に行きましょう。セキュリティ、安価な取引コストに加え、ビルダーにとって素晴らしい 環境はカルタノ城で構築されるプロジェクトの数を著しく急増させた。 現在1000件を超えるプロジェクトがカルダノ上で構築されており、最大のシェアを占めるのは非代替性トークン NFT コレクションである。この他にもステーブルコイン、レンディングプロトコル、スタートアップインキュベーター、ディファイプロトコル、分散型取引所、デックスなど様々なプロジェクトが存在する。エイダウォレットの数も350万件を超えて急増し、空なにじりじりと迫っている。カルダノの創設者、チャールズ・ホスキンソン氏によれば、そのネットワークに大規模な性能向上をもたらすことが期待されている、来たる バシルハードフォークも、エーダ価格の上、回復の呼び水となる可能性がある。 ということですねこれは大きいですねはいバシルハードフォークが控えていますでこれがあのさらにねかエーダ価格の回復の読みビズになるのではないかということですねで先週初めエーダの開発者らはアップグレード前の最終テストプロセスの一環としてバシルのための新しいノードリリースとともにプルータス互換ノードを配信したバシルアップグレードは今月末に実施を予定しているというところで記事は終わっていますでそこで,ですね私も、まあ、価格に関してはですねあの ま、今みたいにちょっとこの盛り返したところではなく、あの、もう急落の一途をただっているね。その、えっ、ー、と、まあ、そういう背中だったと思います。2日前にですね、はい、暗号通貨界の2トップ、つまりビットコインとイーサリアムがこれだけ下げても体の枝はよく踏ん張っていると思う。ステーキング率73%超。 長期保有者が手放すど、手放すどころか、買い増しに走ってるあたりも強み。ということでね、この界隈でもね、あの、買い増さなきゃなんていう声が聞こえてきて、私もね、ちょっと、あの、この、これの前にね、私55円でね、消しからんことに55円で差し寝してね、振られちゃったんですけども、なので今回はもう60円台でもいいから買おうという感じで少し、あの、買わせていただきました。そしてですね、はい、あの、このように、えー、っと、カルダノの テクノロジーの部分を支えている、えー、ステークプールオペレーターさん、SPO の一人の b t b s さんがこのように速報を二日前ですけどね、出してくださいました。次期カルダノノード、えー、バージョン1.35.0に拡散パイプラインが実装されることがほぼ確定しました。ブロックの電波と検証時間の枠を増やし、より大きなブロック生成とトランザクションスループットの向上を可能にしますということで、あの、ブロック、ブロックを大きくする、大きなブロック生、 生成ができるということと、それに伴って、あの、処理スピードが上がるというふうに捉えていいんでしょうかね。あの、トランザクションスループットの向上が可能になるよということで、はい。わシルハードフォークはやばいことになりますということで、炎のマークが3つついています。ということで、ここでね、あの、技術を支えてくださっている方が、ここまでね、あの、まあ、すごいことになるよっておっしゃっているということはね、本当にこれは期待していいかなというふうに思っています。そして、あの、先ほども言いましたように、他のプロトコルのように <laughs>、あの、壊れていない。これが体の強みである。そして、あの、 えっと、他の方が思っているより、みんなが思っているより早く10ドルに到達するというふうにね、予測してくださっている方もいらっしゃいます。まあ、そういう中でね、あの、もう強気でいいと思います。はい、あの、相場が、あの、まあ、それは時愛に引っ張られてね、いろんな価格になったりしますけれども、はい、あの、体の枝ホルダーの方は、あの、今後もね、強気で見守っていきたいなというふうに思います。はい、それでは最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。